皆さんこんばんは、おはようございます。はい、ちょっと今日はですね、動画を上げるのが遅くなってしまいました。ちょっとね、今日は僕試合を見てる時間がちょっとなかったので、ちょっと試合に関して憶測だけでも言ってもね、あまり共感を得られないと思うんで、とりあえず結果だけ見まして、ほんで打たれたところとか、こっちが打ったところとかだけ見させてもらったんですけど、なんか小笠原がやっぱりここ数試合ずっとね、なんか良くないまま終わってしまってて、で、なんか同じような流れのピッチングにずっとなってしまってるっていうのは見てて、誰もが感じるところだと思うんですけど、なんか原因がね、やっぱりなんか何なんかなっていうのもありますし、なんか自分の中で原因をつかんで、ほんでその次の試合に挑んでるっていう感じがなくて、なんかそのままなんか投げてしまってるようになんか思うような試合でしたね、今日も。こんだけやっぱりなんか空気の悪い、雰囲気の悪い DeNA に負けてしまうっていうのは、なんか、やっぱりこの今の現状の中日ドラゴンズって、なんかやっぱり相当ね、そういうチーム状況なんやなっていうふうに思ってしまいますし、初回4点取ったんですけどね、それで勝てやんってなってくると、やっぱりピッチャーの責任が大きいかなっていうふうに思いますし、小笠原はね、ほんまに今年やっぱチームを引っ張ってくれる存在になると僕思ってたんで、なんかほんまちょっと残念ですね。まだまだね、挽回していくチャンスはあるとはいえ、やっぱり今年は小笠原が軸となって2桁は最低限勝ってくれて、で、貯金もしっかり作ってくれるようなピッチャーになるんやろうなっていうふうに開幕戦のね、ピッチングを見て、思ったところはあったんで、なんか最近のこういうピッチングを見てるとね、小笠原のなんていうんですかね、ピンチになったら、ふてぶてしい顔で投げたりとか、そういうところね、いいところでもあったりするとは思うんですけど、やっぱりなんか今ね、ああいう姿を見てしまうと、なんかちょっと自信なさげに見えてしまうのは見えてしまいますし、なんかそれをやってなんか実際に意味あんのかなっていうふうに思っちゃいますね。今日はね、横浜のスターナイトっていうイベントがあって、ビジター席が縮小されながらも、ドラゴンズファンの歓声が、声援が、響く中、DeNA がこんだけね、状態が悪いっていうところで、なんかね、また起こしてしまったような、試合をしてしまったっていうのは、やっぱり、勝てやん原因はやっぱ自分らで作ってるよなっていうふうに思うよ、やっぱチーム状況ですよね。打つべきヒットが打って、で、ピッチャーがこういう流れしてしまうっていうのはね、なんか一回ね、ちょっとずっと宇佐美で、やられて持てるっていうのがあるんで、ちょっと一回ね、石橋と組んでみたりとか、そういうのをちょっと考えてみたりっていうのもいいかもしれないですけどね。ほんまに何かちょっと、次対策を練ってやってもらわないと、毎回毎回そのエースとしてやってもらわないといけないピッチャーが毎回毎回やっぱり4失点してるようじゃやっぱ話にならないんで、ほんまにね、小笠原にはちょっと今年だいぶ僕期待してた分、なんかね、前半戦はやっぱいい感じで投げてくれたんですけど、なんですかね、やっぱチームのこういう状況も絶対あるとは思うんですけど、やっぱその中でもやっぱりね、小笠原がやっぱ引っ張っていってほしいなっていうのはあったんで、
まあ、本人がね、一番多分悔しいと思いますし、なんとかしやなあかんという気持ちはね、本人が一番持ってると思うんですけど、まあ、とりあえず、何を言ってまた明日、明後日と横浜で試合があるんで、まあ、状態が悪かったベイスターズを起こしてしまった感はちょっと否めないのはあるんですけど、まあでもまだまだ、叩けるチャンスは十分あると思うんで、まあ、やっぱりこういうね、しっかり叩かなあかんチーム、今、調子の悪いチームをやっぱ叩いていくっていう風な野球をやっていかんと、やっぱ今後もずっと勝てないと思うんですよね。はい。だからやっぱり明日もね、なんとか、まあ、今永から打ったっていうのはやっぱ自信になると思いますし、まあ、セ・リーグのね、一番いいピッチャーって言っても過言ではないと思うんで、まあ、だから明日もその自信を持って、まあ、バッター陣には頑張ってもらって、で、まあ、ピッチャーもね、しっかり抑えて、いいゲームをしててもらったらいいんじゃないのかなっていうふうに思いますけれども、はい。まあ、ほんじゃ、また明日、明後日、またドラゴンさんがね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、やっぱその中でやっぱいいゲームしていきましょう。はい。今日みたいなんじゃなくてね、やっぱ失望させるような、絶望させるような野球をずっとやってきてると思うんで、はい。もうね、いつまでもいつまでも、ファンが見てくれるほど、まあ、甘いもんではないと思うんで、はい。まあ、明日、明後日は、ね、横浜に来てくれるドラゴンズファンのために、いい試合をして、名古屋に帰ってきてください。はい。じゃあ、今日もご視聴ありがとうございました。